ジェームズ・クリントンは、アメリカ独立戦争の時の大陸軍軍人で、少々にまで昇進した。クリントンは、ニューヨーク植民地アルスター軍の現在は、オレンジ軍の一部になっているところで生まれた。クリントンの祖父は、オリバー・クロムウェルのニューモデル・アーミーの兵士である、ジェームズ・クリントンだった。父は、アイルランド在住の英国人で、アメリカに移住し、 フレンチ・インディアン戦争では大佐を務めたチャールズ・クリントンだった。弟はジョージ・クリントンであり、1777年から1795年までニューヨーク州知事、1805年から1812年までアメリカ合衆国副大統領を務めた。クリントンは古いオランダ系家族の娘、メアリー・デウィットと結婚し、その次男は後に、 ニューヨーク州知事を務めたデウィット・クリントンである。クリントンの軍歴はフレンチ・インディアン戦争で始まっており、1757年に少尉で任官し、1759年には大尉に上った。1758年、一個中隊を指揮して、父の大佐や弟のジョージと共に、ジョン・ブラッド・ストリート将軍がフロンテマックトリデを占領した戦いに参戦した。 クリントン兄弟はフランスの艦船を捕獲するときに重要な役割を果たした。クリントンは軍隊に泊まり、1763年に戦争が終わるまでフロンティアの様々な基地に駐屯した。その後軍務を退き、メアリー・デウィットと結婚した。アメリカ独立戦争のとき、クリントンは、 第3ニューヨーク連隊の大佐に任官され、1775年には、リチャード・モント・ゴメリー順将のカナダ進行作戦に参戦したが、この作戦は失敗に終わった。1775年3月、クリントンは第2ニューヨーク連隊を指揮するようになり、その後の8月には、大陸軍の順将に昇進した。この戦争の大半で、北部方面軍に属し、 ニューヨーク国のフロンティアで働いた。1777年のサラトガ方面作戦の時はハドソンハイランズのクリントントリデを指揮した。イギリス軍の指揮官ヘンリー・クリントン将軍がサラトガで苦境に陥ったジョン・バーゴイン将軍の軍隊を救出するために動いた時、これを阻止することには成功したが、クリントンの部隊はクリントントリデと、 モントゴメリートリデを保持することができなかった。クリントン将軍のダムがあった場所にある、記念碑の名番1779年、クリントンは、サスケ花川を下る、遠征隊を率いた。この時、オチゴコの水源にダムを作って、湖の水位を上げた後にダムを壊して、下流の数マイルに水を溢れさせ、上流を航行可能にした。この出来事は、 ジェームズ・フェニモア・クーパーの小説、ザ・パイオニアズの導入部で語られている。その後ニューヨーク区にティオガでペンシルベニア区にイーストンから、行軍してきていたジョン・サリバン将軍の軍隊と、落ち合った。彼らは共に8月29日に、現在のニューヨーク州エルマイラ近くでのニュータウンの、戦いでロイヤリストを、イロコイ連邦インディアンの連合部隊を破った。これが、 サリバン・クリントン方面作戦あるいはサリバン遠征と呼ばれるようになった。1780年、クリントンは一時的に大陸軍北部方面軍を指揮した。1781年10月にはその旅団を率いて、ジョージ・ワシントン将軍の本隊に合流し、オークタウンの戦いに参戦した。戦後、クリントンは文民としてニューヨーク国と、 ペンシルベニア国の教会を定義する任務につき、アメリカ合衆国憲法を批准するためのニューヨーク国会議には大議員として参加した。クリントンは1812年12月22日にニューヨーク州リトルブリテンで死んだ。弟のジョージが死んだのと同じ年だった。ありがとうございます。